総領事の出身地はどこですか？私の出身地は中国の江蘇省淮安市です。淮安市といえばピンとこないかもしれませんが、中国の初代総理の周恩来さんも淮安市出身です。まあ、そういえば皆さんが少しイメージできるのかな。まあ、淮安市は中国の中で、まあ、割と長い歴史もあって、非常に食文化も発達している地域です。皆さんでも簡単に作れる淮安市の名物料理があれば教えてください。まあ、いろいろありますけれども、私個人として割と美味しいと思うのは、ピンチョウ豆腐という料理ですね。まあ、柔らかい豆腐を紙のような薄さ、また皮脂の形に切って料理をする。まあ、私には今も長く料理を作っておりませんので、まあ、そんなに綺麗に切ることはできませんが、今、TikTok で料理のそういう動画がありますので、その中にピンチョウ豆腐の作り方を教えてくれるそういう動画が あると思いますが、それに習って皆さんも、作ってみてください。日本の中華料理をどう思いますか？日本の中華料理、まあ、正直ちょっと辛口なのかもしれませんけども、あんまりうまくないんですね。まあ、隣国ではありますけれども、ちょっと味は中国の本場のと比べて少々距離あるように感じます。次は自由に関する質問です。中国人の考える自由とはどのようなものでしょうか？まあ、よく中国には自由がないと言われますけれども、事実はそうじゃないんです。中国にある自由は節度ある自由と言ってもいいと思います。他人のこと、公のこと、これをちゃんと考えての自由だと思います。まあ、これはいわゆる先進国が要望する自由とは非常に違うところだと思いますが、まあ、これは中国人の人たちが、今大事にしている自由であります。まあ、欧米の国のように命を捨ててまで個人の自由を追求するというバカなことは中国人はしません。ただ完全に自由を奪われる場合になったら、中国人としては命を懸けてでも自由を守ります。日本で働く上で楽しいことと大変なことはそれぞれ何でしょうか？いや、楽しいこと、まあ、日本の皆さん、まあ、非常に親切な方が多いんですね。特段な事情がなければどんな、方でも喜んで会ってくれます。それが非常にいいところだと思いますね。また仮に何か意見の食い違いがあっても、相手のメンツを破ったりすることはしない。これも日本の皆さんのいいところだと思いますね。まあ、その一方、会った後全く違うことを言ったりする、方もいますので、それは大変だな。日本語を習得する上で一番効果あった学習方法を教えてください。まあ、私の体験はあくまで
個人のレベルの話ですけども、やっぱりテキストに頼らぬことですね。何でもかんでもどんどん喋ってください。間違いを恐れずに人との交流を大事に、した方がいい勉強になります。なるほど、口にすることですね。